おはようございます。おはようございます。ねえ演劇次何時すか今何時すか6時45分でございます。6時45分ですか。7時集合だな。今日何を撮るかというと、なんでこんな朝早くにね、はい、こんなところかというと前ゴルフなんですよ、はい、お盆休み今日初日で、まあ練習場友達っていうかな、まあ、練習場のなんかコンペとかいろいろあるじゃん、はい、でそういうので、まあ、知り合った人なんだけど、はい、やべえのゴルフね。どうやばいですか。それも見たら楽しみだわ。マジっすかで今日もちょっとカメラ撮らせてくださいって言って、まあ、朝だけな、はい、でお前に急遽そうですね、朝も行ったわけですよテンションが上がりません、ごめんなさい朝早いっすね、まだまだ朝早いよ、もう昨日も飲んどったしな、またやばいっすよね。昨日も朝社長の宅に向かったら、うん、まだ寝てたっていうお前それ言っちゃかんやつだろ、うん、いやそれお前言っちゃかんやつだろお前言っちゃかんやつ喋っとんじゃねえよお前。いやもう大丈夫っすよ。もうなんで皆さんも分かってますよ。知らんだろカメラの向こうのやつなんか何も。よっぽど知ってると思いますか。知る気にいじゃんお前あれですよ、前の朝会のあの動画で多分分かってますよ。朝6時のやつで寝坊そうそう、昨日も朝会あったの。そうだって言ったよお前。すごいですよね。そうそう忘れとったよ。朝 6時の朝会行って、はい、そっから一眠りしょったって言っただろ。言ってましたね。はい、大丈夫こんなもうあとマッチプレイかかると7時だもんね俺はこんな時間から立ってもカメラ撮ってるから確実に抑えるためには、うん、早く来とかないと。そうだな、いかついぞ。でも、まあ、その人自体もすごい人だよ今。どんな人なんですか。まあ、それ言えない。言えないです。来てからの楽しみだよ。ああそういうことですね。すごい人だ。社長のあの知り合いにすごくない人がいなくないですか。いやそんなことないだろお前。なんかお前いやらしいやつだよお前。お前やらしいざますよお前。お金持ってないと僕とお付き合いできないみたいな言い方はそれやらしいざますよあなた。いやもうなんかもう社長の知り合い皆さん全員社長格以上っていうイメージが。それはさなんかそういうわけじゃないんだけど。はい。まあ本当に普通にあれだよな。やっぱ悩みが一緒だと仲良くなる。それでもそうです、ね、同じゲームやってるやつと仲良くなるじゃん。なりますね。それと同じだよな。別に本当になんかじゃあ経営者としか付き合わんとか、ね、あじゃああの人たちだったら行きます、はい、でのためになることいっぱい聞けるじゃん、はい、あそうやってやってるんですかって、で社員教育どうしたんですかとか、はい、どうやってね経理のことどうやってやってるんですかとか、はい、いろんな悩みあるじゃん、はい、まあ、こういう問題ってありますよねって、はい、こういうのどうやってやってるんですかとか、はい、でそうするとくっついてくるよ。だって同じようなことやってるやつとくっつかん。くっつきますねやっぱり。そのそれって別に意識してないじゃん、はい、じゃあ経営者のやつ的にあってさ、はい、なんかどうだよね社員ってこうだよねとかああだよねとか、はい、そんな話興味ないだろ、まあ、僕ら一般的な人間からだと。あ来た。おやばやばいぞやばやばいぞさあすごっ。もうカメラ回してるよねもうバッドリッキーって回してるないぞすごい。カツないぞ。本当にヤバいっすからね。ヤバいっすね。ちょっと俺調子に乗って殴られかけたら止めろよおはようございます。おはようございます。こっちかおはようございます。朝から回しやがってみたいなうわもう撮ってるかみたいな。すごいっすね。やばいよこの人。どうなっちゃう。すごい音だな。はい。カツやば。何しウルスですね。ランボルギーニウルス、うんうん、ウルスランボルギーニだ。本当にカツいなこれ。確かもうこれ全部標準購入なんですよ。純正のやつですね。買えたんですか。オプション。あ、オプションなんですか。フルオプション。失礼なんですけどお値段とか聞いてもよろしいでしょうか。値段はちょっとザクッと。じゃあ何例えたらあれですか。値段に例えたらどんな感じですか。例えたら家1軒ぐらい。家でもいろんな家があるんだなお前家でもいろんな家があるんだな。中見させてください。どうぞ。あ、まあ、今日これでゴルフだから。やばいですね。運転しましょうか。いや大丈夫運転しましょうか。大丈夫かついな。中見させてもらっていいですか。いいですよ。
助手席から。いいですか、開けさせてもらいます。開けさせてもらいます。失礼します。うわーすごい、デラかっこいいじゃん。マジやばいな、内装が本当にかっこいいですよ、ね、いいっすか、これ助手席乗ってもいいっすか。メーターより変わるんですよ、このモードで。あ、マジですか。何ですかこれ、全部パネルになって液晶になったんですか。これで変わるんですよ、ゴージュとか。これが砂漠仕様とか。うわ、雪道とか。雪道、砂漠すごい。これで車高も全部、エンジンも変わりましたね。エンジンも変わるんですよ。マジですか。あ、もう全部液晶になったんですか。ランボルギーニ。やばいやばい、地球まで行っちゃったから。そこまで行くんですか、これ。すごい、え、地球まで行く、え。ってことはもう全世界映るってことですか。そう、ナビれるってことですか。じゃないかな、衛星視点みたいな感じ。そうか、全国行くもんね。マッサージ。マジですか。どっちのマッサージ、ここのマッサージですか。気のないことですいません。なんかボタンですよ、周り。それ真ん中ピッとですよ。ほんと、あ、これ、切っとるわ。うわ、こんなのって、女一切りですよね。もう、結婚しなさいって言われないですか。これ、これ、もう一回押したら止まるんですか。あ、止まります。うわ、すごいな。すごいっすね。うわ、カツ、わあ、あっちも来た。うわうわ、欲しいな。ちょっとじゃあ、ちょっと足元取ってきます。すいません、いいですか。すいません、お願いします。うわ、高級車揃いだぞ。やばいっすよ、これ。おはようございます。おはようございます。いいですか。カメラ入ってますので。カメラ入ってますんで。ちょっと車の解説だけしていただいてもいいですか。すいません。これもうごっついな。すごい。車解説だけ。ちょっともしよかったら助手席だけ乗させていただきますと。うわ。どうする。俺たちとゴルフやぞ、お前。ゴルフじゃないよ、お前。これはいかついな。いや、もしよかったらちょっと説明していただけますと、これマセラティ。え、マセラティのグランツーリスム。グランツーリスム。グランツーリスム。うわ。世界限定400台。世界限定400台。あ、限定車。400分の1。あ、本当だ。はい、うわ、本当だ。すごい。もうこのぐらいで完成してる。やばい、ガチで鳥肌立った。鳥肌立ったの一番。そういう車が手に入るんだって。すごいですね。なると。これも確か入れてまっとんだもん。ちなみにこの南さん何がすごいって言っていいですか、甲子園の話。甲子園甲子園の所有者。え、そうですか。ランカーだよ。すごい。じゃあ、甲子園で優勝したピッチャー、はい、甲子園で優勝だよ。甲子園行ったピッチャーじゃないよ、甲子園で優勝したピッチャーだよ。やばいでしょ、やばいでしょ、やばいですね。俺ビビったもん。これ何が嘘ついとんかなと思ったけど最初。いや本当。やばいっすね。うん。で調べたら分かる。もう記録とかも全部。それは残ってるよね。プロ野球選手だ。今は設備屋ですね。エアコン屋さん。エアコン屋さん。そうなんですね。すいません。手動かせって感じですけど、すいません。こんな人たちのゴルフだぞお前。すいません、よろしくお願いします。お願いします。じゃあセレブのゴルフ会行ってくるわ。行ってらっしゃい。こんな心も体も汚れてるから助手席乗っていいですか。大丈夫ですか。車が怒りません。いやもう格式がないやつは乗れん。じゃあ視聴者の皆さん、はい、行ってきますわ。セリムのゴルフ会にちょっと大人になって帰ってこようよ。よろしくお願いします。お願いします。またね、カツさん完全無視じゃないですか。パラへ。